はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、ドッカンフェス弾いていこうかなと思ってます。無課金で、貯めた石253個あるんで、こちらで弾いていこうかなと思ってます。まあ狙うべきはこちらゴジータですね。ゴカンとベジータ狙っていこうかなと思ってます。まあ性能については、まあ皆さんご存知の通りだと思うんですけども、ベジットの方と違うのは、高確率ですね。 50% で、属性木玉を二次木玉に変換させると、で二次木玉で上がるたびに記録プラス2、中確率必殺技が追加発動と。ベジットの方が優れてるからなっていうのはありますね、どうしても。で融合するとゴジータになると。でまあこんな感じですね。長々と書いてますけども、僕的に個人的にいらなかったの超高確率回心、これ確定回心でよかったんちゃうかなっていうのはありますね。まあ仕方ない、まあでも打撃系を無効にするのは、まあ難しいね。これ見極めながらの打撃無効、まあベジットともすごい、相性はいいんじゃないでしょうか。あとはこちらゴテンクスちゃんですね。こちらは全然見てなかったんだけど、まあ、こちらも時間制限カテゴリーのリーダーで、まあ、120% リーダーで、120% リーダーちゃうわ、120% パッシブはで高確率で回心発動というふうな感じでいろいろ書いてますね。まあ、回心系ですね。気絶は入ってないと。であとはまあこちらであったりって、結構当たり外れのないガシャだと思います。結構いい感じのガシャですね。結構欲しいキャラ、まあこのゴジータ微妙だけど、これもいらん。まあこの2体を除いて欲しいかなと。とつこいつは、この2人は進んでないですし、あこいつ進んでないね、進んでないし、こいつ持ってないし、こいつも持ってないし、こいつも持ってない、あこいつ持ってるわ、とつしてないけど、でこいつは持ってないんで、まあ欲しいですね。できれば僕はね、今回ゴジータ引けると思います。なんでかって、夢で見たから。フォー、じゃあやっていきましょう。ですね、頼むぜ、いきます、はい。おお、タッコタッコ来た、チャンスアップ、タッコ来たよ、タッコ来たら行くしかねえだろう。え、あ、ロング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 、来た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 、おめえじゃねえこいつ3凸だったかな、2凸だったかな、まあいいや。サウザー、ジャネンバー、ブー、ベジータ、フェスゲンだっけ、あーゴジータだっけか、まあまあまあ抱っこだからそうだよね。頼むぞゴーテン。あーカリフラ、こいつは虹ですね、ありがとうございます。交換したろ。さあまあでも10連目からいい感じですね。じゃあ20連目いきましょう、この流れで。あーテンさんとチャオズあった気がすんねんけど、あった気がせんでもない。3ガッツ、ガッツなし。あれテンさんとチャオズってあった気すんねんけど、ご飯、ナッパ、5点、あれなかったかな、極は、極はだらけからのセルあるか。おー来た、ありがとうございます、いらっしゃいませ、ありがとうございます。おめえじゃねえって、だからおめえじゃねえって。あーセルルジュニア、こいつ虹だったかな、確か虹だったと思うけど、まあでもよかったよかった。あゴテンクス来たの嬉しいですね。この流れでいきたいですね。残り30連、あーいくか、今の流れだったらいけそうな気すんねんけど、多いね、チカパチカ。いや確定出こねえと痛えかな、痛えな、これ痛えな。はい、ヤジロベからのジャネンバ
トランクス、ジャネンバ、フリーザ、オーケッツ、スポコピッチ、ご飯、アルハンですね。はい、うん。30連目が終わっちゃったよ。ちょっと待てよ、壁紙のせいか、壁紙のせいなのか、だったらこれでいこう。よし、いくぜ。40連目、あと103個しかないからな。悟空&ベジータ、悟空&ベジータ、悟空&ベジータ。あー、5点いらん、5点いらんかったな、さっきの演出。ジャネンバ、タンバリン、ジャコ、ジャネンバ、ナッパ、レズン、力みすぎからのベジータですね。あ、やべえ、これやべえわ、これやべえわ。ちょっと待って、ラストだぞ、ラストだぞ、これ大丈夫か、おい、頼む頼む、引ける、絶対引ける、絶対引けるから、絶対引ける、来い。あー、引っ張りたくねえな、引っ張ったけど、あかん、あかん、あ、あかん、スーパーサイジンね、パリンは2段階きたー、来たぞ来たぞ、みんな、おめえじゃねえ。一突ですね、ありがとうございます。あれ、でもこれ LR 来る、 LR 来るかな、いやでもドッカンフェスだからな。オフオフ、まあよかろう。手に入ったメンツなんですけども、違う、これだ。50連回してこんな感じですね。SSR、こう4 9 9ですね、9体。まあよかろうよかろうだけども、まあ、ゴテンクス手に入ったのはでかいかな。あと、まあ、ジャネンバですね。他がちょっと微妙だね。うわー、これ、ちょっと悔しいね。ちょっとまた課金して動画上げようかな。悔しいね。はい。てな感じで、まあ、皆さんどうだったでしょうか。また結果教えていただければ幸いです。てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた皆さん、バイチャー。